さあやっていきましょう。つむつむ、手持ちのつむを紹介するまで終われませんということで、セブンサニバサビのとってやってまいります。続いてはメグですね。ヘラクレスという作品で、ヘラクレスはこのメグちゃんがヒロインに当たるキャラなんですかね。もう本当に、ね、小学生くらいの時に1回車酔いをしながら見たっていう記憶しかないので、どんな作品だったかというのは本当に思い出せないんですよね。で、逆 T 字型ってことは、カイロレンと同じようなスキルになるんですかね。ちょっと見てみましょう。あ、なるほどね。ヘラクレスが降りてくる勢いで T 字になるという。なんかお花持ってませんでした、ヘラクレス。彼女もベタボレしてるじゃないですか。ヘラクレス確か神の子かなんかですよね。 神の子めっちゃ女の子にベタ煩悩だらけや。へー、そうか、あれですね、お花ってやっぱり女性の方お好きなんでしょうか。僕はお花をプレゼントしたことはないんでね、したら喜ばれますかね。なんかピロロンってちょっと腕なったりして、まあまあ気にしないでください。ドゥン、あ、でもハート出てますね。やっぱお花もハート出してるのはあれか、ヘラクレスの方か。お花か、でもお花ってね、こんなこと言ったら最も困らないですけど、やっぱ渡すからにはお世話するのも男側がやってあげなくちゃいけないと思うんですよ。で、渡して花瓶に入れて、じゃあそっからの毎日の水やり、水の入れ替えとかを女性に渡すって、なんかね、ペット買うだけ買ってお世話しないみたいな感じになっちゃうじゃないですか。まあ、ペットじゃないんですけどね。それってどうなのって思っちゃったりするんですけどね。もうやるからには最後まで面倒を見続けて、綺麗な状態を保って、綺麗だよって綺麗だよって言って渡してあげる、見せ続けてあげるっていうのが大事だと思うんですけどね。お花を渡す男性気をつけてくださいということで、はい、ヘラクレスが上から降ってくる、そんなツムでございました。ということで、また次回お会いしましょう。では。